プロサッカー選手です。高校生の時ですかね、一つ上の先輩がすごくレベルが高くてプロ3人行ったんで、その影響がすごく自分の中で強くて、その先輩を追いつけ追い越したいっていう気持ちがあったと思います。2007年に相手選手と接触して小腸を損傷というか破裂した時は、サッカー選手生命というよりもこう生きていく上でも危険な怪我だったので、その時は本当にもうサッカーできないかもと思いました。夢というか目標というか、まあ、一緒だと思いますけど、その夢があるから今までもサッカー続けてこれましたし、それがなければ多分違う人生になってたと思います。やっぱりプロサッカー選手になれた時っていうのはすごく達成感はあったと思います。メンバーに入って日本のために戦うことです。とにかく自分自身をしっかり見つめて、何が今必要で何をしなければいけないかっていうことを考えるっていうことが重要だと思います。まあ、自分を奮い立たせてくれるというか、自分自身を自制させてくれる存在かなというふうに思います。